エクセター大聖堂エクセター大聖堂は、イギリス、エクセターにある、大聖堂。いわゆるゴシック建築に分類される。起源は932年、ベネディクト会の修道士が建設した教会に遡る。この初期の教会堂が、火事により消失したので、1112年に、聖堂の建設を開始し、この世紀の終わりまでに、一旦の完成を見た。後に、 ほぼ新築といって良いレベルで建て直され、1275年から1350年頃の改築により現在のような形になっていった。この時の改装前の遺構は、交差部南北の端に位置する小島、基礎及び壁の一部に残っている。現在、イングランド国境界のカンタベリー大聖堂管区、エクセター教区の主教座聖堂である。 天井を装飾するリブボールトのリブ間隔は最大でも2メートルほどと狭くまた密となっており、それぞれのリブの交点にある筋飾りとともに特徴として挙げられる。また、オルガンが内陣の仕切り壁の上という異例な場所に配置されているのも特徴である。蒸気で例として挙げた特徴を紹介する。日本建築学会1964 P40AB Grey 1878 P60ABC 日本建築学会1964 P109 リブの図は特徴は特にミネリブと呼ばれるタイプのリブも持つありがとうございます